今日はですね、お茶どもの身長を測ろうということでやってみます。今、公式のね、身長がね、出てないんです、お茶どもだけは。ビヨンズまでは出てるんですけど、出てないので、ちょっと測ってみました。で、どうやって測ったかっていうと、このグッズがありまして、このグッズですね、靴が全部同じ、ハイヒールなんですね。なんで、この長さだけを測ればいいんです。はい。で、この長さね、こっからこの長さを測るわけですよ。で、斎藤まどかの身長だけは分かってるんで、162センチって分かってるんで、斎藤まどかが106.8センチなんですよ、これ。で、こっから6.8センチを引いたところを、ここが基線にします。基線です。で、あとは、おのおの10人、残り9人の長さを測って、取るんです。で、ここから、ここの誤差、身長の誤差、斜め線引きますよね。で、ここの、でも、斎藤まどかと身長の差ですね。長さを、これ角度ですね。角度だけ出せば、全部の身長が出ます。はい。で、出ました。はい。出しましたですね。斎藤まどかが6.8センチで、広本瑠璃が6.6センチ、市栗さん6.9だったんですけど、さっきもう一回測ったら6.85センチだったんですね。6.85センチでした。はい。米村キララちゃん6.6センチ、久保田ななめちゃん6.8センチ、田代すみれちゃん6.6センチ、中山夏目ちゃん6.5センチ、西崎美空ちゃん6.6センチ、北原桃ちゃん6.8センチ、筒井六ちゃん6.7センチでございました。で、これで三角関数出すと、こんな感じ。斎藤まどかちゃん152センチ、広本瑠璃ちゃん156.4センチ、石栗カルメちゃん163.4センチ、米村ひけららちゃんが156.4センチ、久保田ななめちゃん同じ162、田代すみれちゃん156.4、中山夏目ちゃん155、西崎美空ちゃん156.4、北原桃ちゃん162、筒井六ちゃん159となっています。出ました。こうやって出します。で、これが多分おそらく、石栗かなめちゃん162センチっていうことだったんですけど、これ測って、これね、グッズで測るとね、163.4センチなんで、わかんないんです。これ、1センチを1.4センチ高いんですよ。本人の交渉の数字よりも。で、わかんないです。多分、測ったら多分163ぐらいあると思います。石栗ちゃんは。で、意外にね、中山夏目ちゃん意外に身長低かったのね。もっとでかいかと思ったんですけどね。北原桃ちゃん意外にでかいですね。ざっと見た感じだと。はい。そんな感じでございました。今日はお茶ノーマンの身長を測ってみましたということでやってみましたけども、はい、皆さんもこうやって、身長を測ってみましょう。で、グッズもね、同じシューズを履いたグッズの写真で並べないとダメですよ。ハイヒールとか厚底ブーツとか履いてるとかありますけど、ローファーとか履いてるとかありますから、あれ全然違いますんで、それで、それまで計算しなきゃならない、もうめんどくさくしょうがないから、なるべく同じ衣装で同じ靴を履いてる写真で、グッズの写真で並べて、身長を測ってみましょうということで、だと簡単に出せます。はい。以上です。